頭が取れちゃいそうだ、カラカラになったからだ。毎日が棺桶、今夜も泥のように眠るだけ。そう生きてるだけの屍、そんな日々にはズルをしちゃうわけ。織り込もからの逃避行、卑怯もまた一挙を、じゃないとバカを見るみたいってやっちゃない。裏で僕らを操るネクロマンサー、君も一緒にその森をネットの糸を拾う。生きにくい世界だ、それならそのまま踊り明かせばいい。例えばその身が果てて腐っても、心まで腐ったわけじゃないでしょう。道が棺桶でも小さな喜びかき集め、うん、生きてるだけで幸せって声を殺し、自分を殺して、なるべく音を立てずに生きてくのがいいよと気がついたら、透明人間みたい。君も表現するのは君自身だ。大丈夫、一緒にその革命のリズムに乗ろう。例えばその身が果てて腐っても